ダーネル・タイロン・マクドナルドは、アメリカ合衆国、コロラド州フォート・コリンズ出身の元プロ野球選手。1996年、高校全米代表チームに選出される。1997年も前年に引き続き、代表入りし、ベースボールアメリカ史が選ぶ、高校年間最優秀選手に輝くなど、学生時代から注目を浴びる。 1997年にボルチモアオリオールズから一巡目でドラフト指名を受け8月8日に契約した。プロ一年目の1998年ベースボールアメリカ市の将来有望な市兵として21位にランクされたほどの春祭ではあったがプロ入りアと伸び悩み以後7年間もの長きにわたってマイナー暮らしに明け暮れることになる。 2002年11月20日に40人枠入りを果たした。2003年2月27日にオリオールズと1年契約に合意。3月11日にトリプル A 級オタワリンクスへ移動した。2004年2月27日にオリオールズと1年契約に合意。4月3日にトリプル A 級オタワへ移動した。4月30日にようやくメジャーデビューを果たすが、 限られた、出場機会で結果を出せず、わずか17試合でマイナー降格となった。10月15日に40人枠を外れ、トリプル A 級オタワへ降格。10月27日に FA となった。2005年1月26日に、クリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結んだ。5月6日に禁止薬物で陽性反応を示し、出場停止処分を受けた。 6月10日にタンパベイデビルレイズとマイナー契約を結んだ。オフの10月28日に FA となった。2006年1月11日にデビルレイズとマイナー契約で再契約した。この年はトリプル A 級で136試合に出場し、打率29。292、14本塁打、57打点、出塁率35。351。 30投類の高成績を挙げ、オールスターにも選出された。だが、メジャー最小格はなく、11月1日に FA となった。11月6日にワシントンナショナルズとマイナー契約を結んだ。2007年6月24日に、レベルスパイグナーとの交換トレードで、ミネソタツインズへ移籍。7月20日に3年ぶりのメジャー再昇格を果たしたが、 7月25日にトリプル A 級へ降格。わずか4試合の出場に終わった。2008年2月25日に40人枠から外れ、トリプル A 級へ降格。2009年1月7日にシンシナティレッズとマイナー契約を結び、4月5日にメジャー契約を結んだ。5月22日にディエフェとなり、 5月26日に、トリプル A 級、ルイビルバッツへ降格。8月24日にメジャーへ最小格。オフの11月5日に40人枠を外れ、トリプル A 級、ルイビルへ降格した。2009年11月24日に、ボストンレッドソックスとマイナー契約を結んだ。2010年4月7日に、トリプル A 級、ポータケットレッドソックスへ移動。 4月20日にレッドソックスとメジャー契約を結んだ。2011年3月8日にレッドソックスと1年契約に合意し、開幕ロースター入りした。8月26日のアスレチックス戦では、大量リードで負けている状況、投手を使いたくない試合展開で9回に投手として、登板。ストレートのみを投じ、2連続死球と請求に、 苦しみ結果的に1イニングを投げて2失点。松井秀樹はセカンドゴロに抑えた。球速は時速130キロメートル台であった。2012年3月9日にレッドソックスと1年契約に合意。5月6日のタイオリオールズ戦では延長戦が長引いたことでお互いに投手がいなくなり、17回に登板したが、アダム・ジョーンズに決勝3ランを浴び。 最後はこちらも野手ながら2インニングを投げたクリス・デイビスの前に閉鎖打に打ち取られ敗戦投手になってしまった。6月30日にディエフェとなりウェーバーにかけられた。2012年7月4日にニューヨークヤンキースが獲得した。4試合に出場後、7月17日にトリプル A 級スクラントン・ウィルクスバリ・レールライダースへ降格した。 10月6日に放出された。2013年1月10日にシカゴカブスとマイナー契約を結んだ。8月11日にメジャーへ昇格した。10月9日に40人枠から外れ、AAA 級 i オワカブスへ降格した。11月5日に FA となったが、12月2日にカブスとマイナー契約で再契約した。2014年4月2日に放出され、 4月6日に自身のインスタグラムで現役引退を表明した。マイナー通算4446打数で打率26。269出塁率。330オプス、720と平凡な打撃成績ではあるが、2006年30盗塁、2007年33盗塁とスピードは健在。ありがとうございます。